諦めてくれないかな。前にも言った通り、僕は不死身なんだ。何度刺そうが致命傷を与えようが殺すことはできない。まあ不死身だから何があっても死ぬことはないしな。命の保証はしないぞ。分かってる。死ねばいいの。夜に意識が目覚める。もしそうなったら俺が消す。これが教会も気にするわけだ。狙いは何だ。妹さんが